して私たちは遅くなりますよ。ゆっくり足を下ろして、アンドアンドアンド。我々は早く行きます。すぐにはビートに合わせて。
ペースを固定するために開始します。
重い抵抗を見つけること我々は立って登
もう一度スタンド1、2、1、2強く感じて、緊張がたくさん、厳しいですが私たちは厳しいんです。さてスピードアップを開始しますよ。立ったままで、ビートを追いかけるために開始します。腰を前に少しずらすことはできますか？走れますか？19秒です。心拍数を持ち上げて、私たちは本当にいい感じですよ。そのままで実行、全ての方法を使って、どんなワークアウト、回復、その最後の挑戦をする方法、すごくいいですね。いいエネルギーを足に戻すつもりで心拍数を下げてください。ちょうどロール。自由を感じます。全体に幻想的な感じです。ではあなたのトレーニングでした。よくやりましたね。今日は絶対に信じられないのほどのトレーニング、よくできました。それでは両方のレミルズでした。